1977年の遊別駅と周囲約500メートル範囲、下が中遊別方面、単式ホーム一面一線の他に、駅裏側に2本の副本線、駅舎横に貨物ホームと引き込み線を有した。この時点では副本線は1本に見える。周囲にはまだ多くの木材が望みされ、貨物ホームには貨車が留置されているが、この1年後には、 貨物の取り扱いが廃止されている。駅構外の北側にあった、気工場へ、本線からまっすぐ引き込み線が伸びているのが、確認できる。かつてはそこからさらに現在のマルハニチロ北日本、遊別事業所の北東側付近にまで軌道が伸びていた。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成遊別駅は、かつて、 北海道門別郡有別町栄町にあった北海道旅客鉄道名寄本線の駅である。名寄本線の廃線に伴い1989年5月1日に廃駅となった。中遊別駅から分岐する支線の終着駅となっていた。この区間は並行するバス路線は10本程度あったものの末期の列車本数が朝夕のに往復しかなく国鉄時代には 清水高線に次いで旅客列車の少ない区間として、鉄道ファンに知られていた。しかしそのような駅でありながら、1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正まで駅員が配置されており、その後廃止時までは、簡易委託駅となっていた。廃止時点で、短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の北西側に存在した。 点鉄機を持たない防線駅となっていた。かつては貨物用の側線を2000有しており、駅舎側から1、2、3番線となっていた3月時点では、この配線。その他1番線の延長上から円丸型に戻る形で駅舎側に分岐し、駅舎北側の貨物ホームに至る側線を1線、有していた3月時点では、撤去済みであった。 無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。駅舎は、校内の北西側に位置し、ホームとは通路で連絡した。開業当初からの民家のような木造平屋建ての建物であった。ホームの有効長は、旅客ホームが50メートル、貨物ホームが30メートルであった。当駅の所在する地名より、地名は、アイヌ語の、ユペオ、に由来する。 別説として、一ペを意に由来するという説もある。駅跡地には、エンガル地区広域組合消防署優別出張所、及び優別町文化センターさざなみが建設されており、消防署前の歩道には、優別駅の後の記念碑が建立されている。ありがとうございます。